南アフリカフリーステート州偏僻なゴールドフィールズ地方に位置するウェルコムは田園都市として設計されましたしかし周辺は近郊ウラン採掘会社の採掘場や還元工場に囲まれています深い鉱山から排水された水はさまざまな鳥類を引きつけ地元のサファリパークや野生動物保護区は観光経済を支えていますまだ新しいファキサフリーウェイは 元 GP 世界選手権の開催地として人気の高いスポットです。